烏丸光則明治6年8月15日は、幕末、明治期の政治家。尊王攘夷白牙として活動し、明治維新後は、初代東京府知事を務めた。天保3年、兼大納言、烏丸光政の子として生まれる。慶応3年12月、王政復古によって新設された、三与の一人となる。慶応4年、明治元年4月に参議となり、5月には、東征大総督、有栖川宮樽人親王と共に、江戸に下校、軍政下で、江戸府が開設されると、5月24日に、江戸府知事となった。江戸には、旧江戸幕府帳奉行所を吸収した南北市政裁判所が置かれていたが、7月22日に南北市政裁判所を合併して、東京府が設置される。烏丸光則は8月20日付で、初代東京府知事となった。東京府設置後も、府の実態は、市政裁判所の延長に過ぎず、京都から来た苦行は、知事としての職務を遂行することが固かった。11月7日には、東京府知事を辞任し、京都に戻った。明治2年には、小天禄50石を授けられ、家族制度の発足によって家族になっている。明治2年9月に、宮内大輔となったが、宮中改革の実行には、力量不足と判断され、明治4年6月に辞任。その後、皇后郡大夫を務めた。公卿烏丸家に生まれた。ありがとうございます。